今日はですね、ブランドマキタヒートガン AC100V 用を買ってみました。熱風温度はですね50度から550度になってます。強力熱風で多様な、熱処理加工にスライドスイッチと9段階温度調整ダイヤルで作業に合わせた細かな温度設定が可能になってますって書いてますよ。立て置きも、自立して、立てれますね。はい、収納ケース付きです。標準の付属品としてはガラス保護ノズル、ガラスを保護しながらシーリング材の乾燥や、アクリに平面ノズル、熱収縮フィルムの加熱包装に曲面ノズル、樹脂管の曲げ加工に、これが今回のそうですね、丸ノズル、塗装やシール剥がしにスクレッパー2種類、あと塗装やシール剥がし用ですね、そんなのがついてます。はい、便利ですね。これ欲しかったんですね。ちょっとお値段張ったけどもですね、まあ工具入れとしても使えるし、もういろんなの入ってますからね。某製作所も使ってます。マキタって言ってますよね。はい、はい、次はですねベッセルの電動ボールクリップドライバー、電動ドライバーですね。はい、結構ねこれ力強いんですよね。使ってみると結構ねネジを締めた時に反動で逆回転しますよね。手がグッと持ってかれますもん。だから結構、ちょっとね使い方間違うと、ネジが、頭の方のあれが、舐めてしまいますよね。ちょっと気をつけたいですね。だけど力強いっていうのはいいことです、本当に。いやー、やっぱりね前使ってたおまけでねついたやつのもらったやつなんだけど、電池で使うやつね。確かあれもいいんだけど、やっぱ力弱いんですよ、あれじゃ。で今回買ったのは、実に力強くてですね、あと、ドライバーの先がですねこうやって脱着できるので便利かなと思ってます。これ長いのも使えるのと、あと短いのは自分で持ってますので、いろんな、プラスとかマイナスとかいろんな形のやつを変えれて便利かなと思ってます。あとこれはね充電式なので、とても便利です。はい、あと回す時に、ライトがつくのでちょっとした暗がりでもね見やすいですよ、本当に。はい、充電するとこはこのつまみのとこの、開いてもらうとですねちょうど刺せるとこがありますので、はい、これですね、これにつないで、ちょっと見にくいんですけどね、こうやってつないで。であとは USB につなぐだけですね。コンセントでないから便利ですね。ただの USB でいいです。はい、パソコンでもいいですね。こうやって充電できるので便利っては便利ですよね。こうやって赤いランプがついてます。赤いランプから緑のランプに変わったらですね充電 OK ってちゃんと知らせてくれるので、それもまた便利です。はい、次はですね、UX シェルコンピューター冷却パイプシリコン製の、冷却水ですね、パイプ、長さ 2m です。はい、内径が 8mm になってます。はい、どうしても硬いところのパイプでできないところはですね、こういう少し柔軟性のあるパイプを使ってですね、やっていきたいと思います。次にですね、サーマルテイクさんのですね、T1000 ってやつ、水冷キット用のクーラントですね、冷却水、色は青です、ブルーですね、これを1本買いました。まあ、これね、薄めてもいいっていうことなんか言われてるんで、薄めても大丈夫ってこと言われてるんで、まあ、薄めて使おうかなと、思ってます。はい、次にですね、サーマルテイクさんのですね、パシフィック、TF1 ですね、冷却温度とフローインジケーターですね、これを買ってみました。これね、某中 YouTuber の方ですね、これをつけると、水漏れを起こしたりですね、そういうの、あったから、もしかしたら私もなるのかなと思ってちょっと不安ですでも、ね、値段がですね1万で買えたんですよ。大抵普通これ3万ぐらいで売ってるんですけども、これ1万でしたね。びっくりしました。はい、だからおそらくね漏れるのかな、まあ漏れるということが心配になればあまり強く回しちゃいけないのかなと、何回も緩めたり回したりすると漏れちゃうのかなという、書き込みもありましたから、気をつけて使っていきたいと思います。でもこれね、こう字が大きくてですね見やすいんですよね。かっこいいし、はい、まあ、ちょっと丁寧に使っていきたいと思います。壊れないようにまあ壊れたら当然メーカーに補助ありますので、やっていきたいと思います。はい、これはですね、メーカー名アクトですね、水冷フィッティングです。6個入り。これはですね、ブランド名アシャタなんですけども、これ空気排出プラグ継ぎ手なんですね。まあ中がね、気圧が変わってしまいますので、ひびが入ったりですね、そういうことを防ぐための、バルブですね。水冷圧縮継ぎ手ですね。シールリンク付き、合成アクリルチューブですね。コンピューター水冷システム、16ミリのチューブ継ぎ手ですね。シルバー。はい、ブランド名はですね、いいですか、よく聞いてくださいよ。ヤンさんって言ってます。はい、コンピューターの方は。これはですね、フォースバンドですね。はい、10個入り、9ミリから16ミリまで対応してます。一応買ってみました。はい、次はですね、古川、薬品工業ですね。高純度の精製水です。クリーン&クリーン2リッター一応買ってみました。これでね、薄めていけば大丈夫だと思います。あと最初に使うのはこれを使ってゴミを流すっていう感じですね。はい、次にですね、まず大きな箱の方からですかね。はい、これですね。これはですね、サーマルテイクのですね、120ミリ5連パックの、ケースファンですね。それと、はい、ですね、これはですね、ブランド LFS ですね、熱収縮チューブです。はい、560ピースセットになってですね、収納ケース付きなんです。次に、ブランドはサーマルテイクなんですけれども、これは RGB の、120ミリの、ケースファンですね。これが、5連パックになってます。当然今回のは4つ使えますので、まあ、1個余るんですけども、これの方が安いということでこれを購入しました。まあ、いろいろ線だとか、ビスだとか入ってます。はい、次にですね、サーマルテイクさんですね、ベンディングキットですね。これはですね、45度だとか90度、180度、360度曲げ用のマンドレルを含むパイプカッター、プロフェッショナルグレードの、ピップカッターなどがあります。はい、セットですね。一応これを購入しました。まあ必要ですからね。はい、説明書はですね、こんなような感じで絵も写ってます。結構ね、結構重たいんですよこれね。はい。これパイプカッターですね。これが、先ほど言った、曲げの加工のやつですね。マンドレルっていうんですね。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで。あと、ピップカッターですね。はい、こんな感じ。両サイドに、はい、外側と内側を削れるようになってます。シリコンチューブですね。パイプの中に入れるシリコンチューブです。滑らかな曲げを促進しますって書いてます。はい、次にですね、ブランドはサーマルテイクさんなんですけども、パシフィック CLM480 ラジエーターですね。120mm のファンですね。これを4つつけることができます。結構大きなラジエーターです。はい、袋から開けてみるとですね、もう結構重たくてですね、ちょっと片手ではちょっと、耐えられませんでした。はい、結構でかいんですね。前のね、簡易水冷は2つしかつけれんかったんですけど、今回は4つですね。結構でかいです。ごついですし、で、なんか、かっこいいですよね。横にサーマルテイクっていうロゴが入ってですね、非常にかっこいいですね。側はステンレスで結構頑丈です。はい、電動ドライバーがあるので、それを使ってですね、取り付けていってます。なかなか便利です、やっぱり。手で回してたらね、ビスが確か16本、死にます腕が本当に。はい、なんかちょっと汚いよね。なんだべ、使い古しないねこれ。ゴミがあるような気がするんだ。気のせいかな。はい、こんな感じでとりあえずラジエーターはつきました。このネジ使います。はい、で付属に入ってるこの、見えるかな。はい、小さなネジはですね、これいつもの、ケースに取り付ける、これ裏側から留めるやつですねに使うやつです。今回は通しで、使っちゃいますので長いのが必要です。このままつけていきます。OK ですね。はい、今日はですね、ラジエーターっていうのかな。でもラジエーターって書いてますね。しかしね、こうやって書いてますよ。ラジエーターって書いてますから。はい、ね、書いてますでしょ。ファン4つの、取り付けが終了しました。配線はまだですけどね。はい、今日はここまでとします。またね、よろしくお願いします。